アブーアルアッパースアブドゥッドライブムハンマドアイコールサッファーフはアッパース朝の初代カリフ通称はアブーアルアッパース称号のサッファーフは惜しみなく注ぐもの財を与えるものを意味し即位の時に言った言葉に由来するまたサッファーフという言葉には血を流すものという意味もありサッファーフが大規模な粛清を行ったこと うまいやけの残党狩りに熱心だったことから、そうしたら株がつけられたとする説もある。即位後に、サッファーフは内外の敵から勝利を収め、後を継いだアニマンスールによる国家体制構築の基盤を作り上げた。しかし、国家は安定した状態に置かれていたとは言い難く、北方の領土はしばしばビザンツ帝国の攻撃にさらされていた。アブーアル・アッパースは、アッパース家の 課長ムハンマドイブンアリーイブンアブドゥルラーフと、ハーリスカのライタビントーバイドゥッラーの子として、ヨルダン南部のフマイマ村で誕生した。アブーアルアッパースの前半生は、不明確である。743年に、ムハンマドイブンアリーイブンアブドゥルラーフは亡子、彼の後を継いだ調子で、アブーアルアッパースの兄にあたるイブラーヒームは、ウマイヤ町打等の運動を開始した。 ホラーサーン地方に派遣された大のアブームスリムは、現地で放棄し、ホラーサーニーと呼ばれる軍隊を率いて、イラクに向けて進軍した。748年に、ウマイヤ朝によってイブラアヒームが投獄された後、アブーアルアッパースは、兄のアブージャーファルをはじめとする親族と共に、イラクのクーファに避難する。749年9月に、ホラーサーンの革命軍は、クーファに入場し、誰が、 新しいイマームとなるかが問題になる。シーア派の要人、アブーサラマはシーア派の人物をカリフに選出することを望んだが、アブーサラマラホラーサーンの革命軍は、アブーサラマに先んじて、アブーアルアッパースをカリフに衰退して、バヤを行い、アブーサラマもやむなくアブーアルアッパースの即位を認める。アブーアルアッパースの即位の経緯については、4代目。 正当カリフ・アリーが伝えた黄色の書にまつわる遺説がある。アブーアル・アッパースの父ムハンマドが保管していた黄色の書には、アッパース革命における出来事が正確に予言され、空波制圧後に黄色の書を確認した将軍破産文化双葉は、初代カリフとなる人物が持つカリフの印をアブーアル・アッパースの背中に見つけたため、直ちにバイアが行われたと言われている。 黄色の書にまつわる逸話は、アブーアル・アッパースを預言者ムハンマドになぞらえるための後世の創作であり、アッパース革命が武力による散脱ではなく神の意志に基づいたものと、ほのめかす意図があったと考えられている。11月28日、アブーアル・アッパースは、クーファの金曜礼拝で行った太とで革命に、協力した人間に報奨を約束し、太との中で自らをサッファーフと称した。 徴用の序列がないイスラームの戒律では、相続などの法的場面において兄弟は平等に扱われ、兄のアブー・ジャーファルがベルベル人の女奴隷を母に持つために、アブー・アル・アッパースがカリフに選ばれたと考えられている。また、アブー・ムスリムらが豪気なアブー・ジャーファルよりも、アブー・アル・アッパースの方が制御しやすいと判断したために、彼をカリフに選出されたと推測する意見もある。 サッファーフが即位した時点では、イラクはアッパース町の支配下に入ったが、シリアは未だに、ウマイヤ朝のカリーフ・マルワーン2世の支配下に置かれていた。また、イベリア半島、北アフリカ、オマーン、シンドにはアッパース町の権威は行き届いておらず、イラクにおけるウマイヤ朝の拠点であるワーシとは、頑強に抵抗を続けていた。サッファンフは空波郊外に軍事基地を設置し、 クーファーに集まった各地の人々は、サッファーフに忠誠を誓った。力をつけたサッファーフは、マルワーン2世の攻撃を行う人物を募り、おじのアブドゥッターに追撃を命じる。750年1月にアブドゥッターは、チグリス川の支流である、オーザーブ川のほとりで、マルワーン2世を破った後に、シリアに侵軍し、ダマスカスを陥落させて、シリア全土を征服する。 750年8月に、アブドゥッダーの追撃隊はエジプトに進み、この地に逃れていた、マルワーン2世を殺害する。同750年に、アブージャーファルトハサン文化双葉が、ワーストに立てこもったウマイヤ朝の総督ヤズイード、ビン・フバイラを破る。サッファーフは、各地に軍隊を派遣して潜伏していたウマイヤ家の一族を殺害し、ウマイヤ家の残党狩りにおいては、 おじのアブドゥッターが中心的な役割を果たしていた。ウマイア系の苛烈な攻撃は彼らへの同情を生み、シリア、メソポタミアでハンアッパース系の反乱が起きる。反乱の参加者はヒゲを襲ってアッパース系の忠誠を拒む意思を示したが、サッファー府は政治的な手段によって反乱を鎮圧し、有利な条件を提示された反乱者はアッパース朝に基準する。また、 カリフ・ヒシャームの孫アブドア・アラフマーン一世は、アッパース町の目をかいくぐって、イベリア半島に逃れ、コルドバを首都として後ウマイヤ朝を創始する。かつて、アリイ家の人間をカリフに衰退しようとしたアブー・サラマの処遇が問題となっていたが、サッファーフは、アブー・ジャーファル、アブー・ムスリムと図り、アブー・ムスリムが派遣した資格によって、アブー・サラマは暗殺される。 サッファーフは一族を各地の総督に任じ、アブー・ジャーファルを、ジャズ・イーラ、オジ、アブドゥッダー、スライマーン、サーリーフをそれぞれシリア、バスラ、エジプトに、いとこのイーサー・ブンムーサーをクーファに派遣する。また、功労者のアブー・ムスリムには引き続きホラー・サーンの支配を認めた。周囲にはイスラーム法に致質した人間を置き、彼らに助言を仰いだ。 シーア派の勢力が強いクーファを嫌って一時期、ハーシミーヤに移り、さらに752年にユーフラテス川沿岸のアンバールの近郊に移住してこの地を将来の首都に定めた。アッバース革命において大きな役割を果たした過激シーア派が当地の障害になると考え、アブームスリムに命じてホランサーンの過激シーア派の弾圧を行った。東方においては、 751年7月に、アブームスリムが派遣した将軍ズイヤードブン・サーリフが、タラスカ藩の戦いで、党に勝利を収めた。しかし、中央集権下を推進するサッファーフラ中央の政府とアブームスリムらホラーサーン勢力の関係は、悪化し、ホラーサーンでは、ズイヤードをはじめとする、親カリフ派の人間が処刑される。754年、 アブームスリムは威信を抱いていないことを示すためにアンバールを訪れサッファーフは彼と歓談したこの際にアブージャーファルはサッファーフにアブームスリムの排除を進言したがサッファーフはアブームスリムの暗殺をためらい計画は実行に移されなかった年月アブージャーファルとアブームスリムがメッカ巡礼に出発しているアンバールにおいてサファフは 天然痘にかかって病没する。サッファーフの死後、彼が生前に継承者に指名していたアブージャーファルが、カリフの地位を継承する。サッファーフは、任務に忠実で、他者に信頼を置ける寛大な君主と、評価されている。当時の慣習に反して、妻は、ウンムサルマカズとしか持たず、彼女を寵愛した。彼が没した時、息子のムハンマドと娘のワイタが残され、ワイタは後に、 いとこのマフリーと結婚する。750年6月25日、アウジャー川岸のアルフトルスで、うまいや一族80名を招待して宴会していた、最中に兵士を乱入させて、騙し討ちにして虐殺し、死者や瀕死のものの上に皮を被せて、その上で宴会を続けることを命じた。ありがとうございます。